はい、今週も始めました、船さんと別作のただいま日本故障中というラジオをねやらさせてもらってるんですけど、私がナビゲーターの別作と申します。よろしくお願いします。あっす。日本をこよなく愛する経済系 YouTuber の船さんに、今の日本のおかしいところとか危ういところをちょっとお聞きしていこうかなと思うんですけど、まあ一般的に政治に疎い人でも分かるように優しく解説していってください。はい、お願いします。早速なんですけど、今週のテーマコロナや。コロナや。もうコロナなのか、僕はコロナなのかっていうテーマやな。コロナでしょ。ちょっとコロナや。ちょっと詰まった。単価止まるすよ。ズームも濃厚接触してるけど、大丈夫かな俺。はい、早速なんですけど、今週のテーマは、まあ、どこのテレビをつけてもコロナの話しかしてへんなと思ってて、実際コロナは何なんかっていうところとか、コロナが起きてから日本はどういう政策を取ったんかってところをちょっとね、お聞きしたいなと思うんですけど。コロナ何なんかって言ったらもう分かんないですよね。なんか去年の、第1波の時とかは、まあ身の回りにコロナかかった人とかいい品から、いや実際コロナってなんやねんみたいなことを言ってたりしてる人の方が圧倒的に多かったけど、はい、そうですね、僕も。まあでも、まあ、今第2波第3波って言われててね、身の回りでもやっぱコロナの陽性者ってやっぱ出てきてるから、それで言ったらその第1波の時よりかは身近というか、なんかまあまあまあ、なんか迫ってきてる感はあると思うんやけど、じゃあその陽性者がじゃあどういう症状になってるのかっていうところが次の問題になると思うよね。その別作さんの周りの陽性者の人っていうのはどんな症状の人？いや、全然元気で、なんか風邪をひいてるっていう感じじゃなくて、すごい元気やねんけど、その元気やねんけど、その人の彼氏がコロナになったから濃厚接触者になるみたいなで、病院行ってきてほしいって言われて行ったら、コロナやったみたいな感じなんですよ。はいはいはい。まあだから実際その無症状って言われるね、その、今回それがかなりクセモンで、でそれは2つの意味でクセモンなんですよね。本人が無症状だから動いてしまうっていうこのポイントと、あとは周りに理解されないっていうポイントと、まあ、もう一個挙げるとしたら、これはほんまに無症状とか何もないのかもしれないっていう疑惑もあるっていう、まあこういう問題点があるわけですよね。でもね、正直僕はもう日本の中でももう端くれの端くれの端くれの肉屋ですよ。ね、別作さんはまあまあそこそこね、言ってる人かもしれないですけど。言ってません。生き切るぐらいの人かもしれないですけど、いやでもね言っても僕らその例えば医療の専門でもないなければ、ウイルス専門科学者でもないわけじゃないですか。じゃあここでね、専門的な話をこのど素人2人が繰り広げたとてね、コロナの何を暴けるんだっていう話なんですよ。そうですね、はい、だとすると、まあ風邪でも反応する PCR、 インフルエンザでも反応する PCR で、コロナっていうのが世の中に存在するのかしないのかわからないっていう状況において、自分たちがないって判断するのは、これいささかギャンブル性が高いなと僕は思うんですよ。そのあるかもしれないし、ないかもしれないなら、まあビジネスでも何でもそうだと思うんですけど、まあリスクを最初に取っとかないといけないんではないのかと。
でそっから全貌が明らかになった時にそのリスクが、まあ、かなり小さいものとかなかったりしたらそれはそれでね、まあ、青信号になって、まあ、渡れるわけで、だから今赤だったり黄色だったりっていう状況の時に素人がその見切り発車するのは良くないなと、っていう意味において僕はコロナっていうのがないとは判断できない、で危険レベルが1から5段階あったとして、じゃあみんなの判断って多分2ぐらいなんかなと思うんやけど、でもその2の根拠ってその我々専門家じゃないからやっぱどうしてもわからないところが多い、言ったらもう完全楽観論の話もあれば、やっぱりきっつい話もあるわけですよ。で、まあ、それが政府関係から出てる話も両論あったりとかで、だから、まあ、誰がどうしたいのかっていうのも、あんまりはっきり見えてきてないというか、なんか、例えばビル・ゲイツがワクチンを作って、そのワクチンをもう世界にばらまいて、大儲けしたいから、ありもせえへんコロナっていうものがメディアがもう騒ぎ立てて、でなんかそのワクチンになんかマイクロチップかなんかが入ってて、でそれでその 5G の電波とこう相まって人類をコントロールするとかね、こういう話だって陰謀論ではありますけどあるわけですよ。こういう話もあったりとか、だからシナリオなんてなんぼでも書けるわけですよ。ね、だリスクのシナリオとかもいっぱい書けるし、だからどれがほんまなんかわからないんですよ。だから最悪の状態を一応は想定した上で、まあ、判断、今自分たちができることって何なんだ、今自分たちが最善として行うべき行動は何なんだっていうところをまあ考えていくべきなんかなって僕は思ってます。そうですね。だからその上では僕の最優先事項ね、はまあコロナにかかわらずですけど、日本って普通に暮らしててあんまりその政治とか経済とかあまり興味ない人たちからすると日本って豊かな国なんだなって思いながら生活してると思うんですよ。でもところがどっこいなんですよね。全体引きの目で見るとまあそれなりに豊かなのかもしれない。でもねちょっと、ミクロちょっとよりのね視点で見るとその国民レベルで言うとねどんどんねやっぱり劣化してるわけですよ。その国民生活っていうのは、まあ、全然その豊かになってないというか、もう向上してなくて、はい、その原因って何なんかっていうと、もう本当に10年前、20年前、もっと遡って30年前から、日本の経済政策が失敗し続けているからなんですね。で、これをね、やっぱシフトチェンジしないといけないわけですよ。世界が成長してるとか、ね、豊かにどんどんなってる、またその貧困問題とか、ね、そういう格差問題とかが、まあ、ここまでね深刻化していない国々の、その、ね、経済政策と日本って何が違うんだとか、ね、政治家の考え方ってどう違うんだとか、まあ、こういうところをまあ見ていくと、まあ、どうやら日本の政治家ね、日本が今行っている経済政策っていうのは明らかにまあもう恣意的、まあ要するにわざと国民を貧困に向かわせてるのではないのかと言わざるを得ないわけですよ。はいはいはい。まあこれまでにも話してきましたけれども、まあ、民間のお金を吸い上げるためには税金をかけると。こうすることによって世の中のお金の量をコントロールするって言ってましたね。ということは、ね、税金を取らなさすぎたらお金が余るし、税金を取りすぎたらお金はなくなっていくわけですよね。じゃあ、今、
みんなの財布の中にお金どんだけあるのかっつったら、ないから買い物できないですよね。で未来の収入に不安があるからお金使いたくないですよね。ということは足りてない、足りてないわけですよ。なんで足りない、足りてないんだっていうと、吸い上げすぎたからですよ。今も吸い上げ続けてるからですよ。ね、だから要するに税金取りすぎてるってことなんですよね。経済政策ですよね、これってね。こうやって失敗してきてるわけじゃないですか。でこれを転換しないといけない。だからこそ、その、まあ、今回のコロナ以前からずっと抱えている問題、ね、そろそろ終止符を打たないといけないんじゃないのか。ね、その上においては、政府からするとね、これまでも消費税の時もそうでしたし、自然災害が起こった時も政府はね、まあ、なんとか自分たちで、まあ、商売をね、盛り上げてですね、ビジネスを盛り上げて、自分たちでね、その、稼いでくださいっていうスタンスなんですよ、ずっと。もっと頑張ってくださいみたいな。もっともっとビジネスチャンスはあるよみたいなことを言って、ほんで海外にもっと売って出てくださいとか、ね、なんかもっとこう規制を緩和していくから、それを利用して、ビジネスをもっと成長させてくださいとかね、いろんなことを言ってるわけですけど、まあ、要するに自分たちの経済政策を見直すとか、自分たちがそのね、国民とか民間に対して手を差し伸べるではなくて、逆にみんなで頑張ってくださいってこうサジを投げてるわけですよ。はい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 。ね、要するにビジネスの機会を与えてあげてるだろうぐらいの感覚なんですよね。はい。もう稼げる土俵を我々はちゃんと用意してるでしょと。だからそこであなたたちが稼がないと。だあなたたちが稼げないのは自分たちのせいですよっていう話なんですよ。はい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 。はい、で、今回のコロナが来たでしょ、政府からすると、鬱陶しいわけですよ。ね、仕事できひん状況になられるのは困るから。ああ、お金を出さないといけなくなるから、ね。そう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 、要求されるからね。だから、仕事ができる環境に持っていっときたい。だから GoTo とか、その、なんて言うんでしょうね、緊急事態宣言とかをしたがらないんですよ。ね、GoTo って何なのかって言ったら、ね、観光業とか飲食業にとっては嬉しいことですよね。ね、要するに政府はこういうことしてあげましたよ。こういうキャンペーンしてあげましたよって。だからあなたたち、それで飯食えるでしょって言ってるようなもんなんですよ。だからこういうことをして、政府はこれ以上のことはしたくないわけですよね。で、コロナってないでしょ？だから GoTo もできたでしょ？だから今 GoTo が原因じゃないって言い張ってるじゃないですか。コロナがこんだけ爆発してる原因ね。へー。そう。だから政府は GoTo のせいじゃない、GoTo のせいじゃないってずっと言ってるんですよ。まあ、日を見るより明らかなんですけどね、今の数字を見たらね、一目瞭然で、まあ、GoTo やんってなるんですけど、政府からすると、むしろ、コロナは本当はない方がいいんですよ。そうなんですね。うん、そうですね。お金出したくないから。政府による陰謀だっていう話ありますけど、政府とかメディアが、こうやって焚きつけてて、なんかないものをあるようにしてるって言ってますけど、逆ですからね、政府は。政府はコロナなんてなくなって、あ、お前らでビジネスしろよって、その控除のきっかけを作りたくないから、自助、共助、要するに自助って何かって言ったら自分で何とかしろなんですよ。共助って何なのかって言ったら、あなたたちの周りで何とかしてくださいってことなんですよ。で、控除って何か、公の助けるね、控除って何かって言ったら政府とかで行政が助けるってことなんですよ。ここをやりたくない。だから、自助と共助。この二つでお前ら乗り切れよって言いたいわけですよ。だから、政府がコロナがあるような、
状況を作りたい。これはね、まあ、アメリカワクチン会社、まあ、こういったところはあるかもしれないです、そういう陰謀はね。でも日本政府はね、ちょっと蚊帳の外のような気がしますよ。でもアメリカが言うてるからっていうところはあるかもしれないですけど、でも日本はどっちかっていったら日本単体で見るとめんどくせえなってなってるわけですよね。だって日本はね、中国人とかね、外国人に対してね、日本政府はどん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 土地も売りたいわけですし、ね、どん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 、なんて言うんでしょうね、海外となんかやり取りしたいわけですよ、取引を。で言ったら今コロナでできないでしょ。日本からすると厄介ですよね、これ政府からすると。二階さんなんかもね、これコロナなんて絶対ないことにしたいはずですよ。やっぱりその、あの人観光協会会長とかやから、観光業がね、やっぱりズタズタになってるから、だから GoTo みたいなわけわからんことしたけど、まあ要するに本来で言って外国人山盛り入れたいわけですよ。へぇ、そうなんや。そう。だから、実際は、むしろ、そのみんな世間が言ってるようなこととはちょっと逆のような気がします、僕は。だからこそ、あることにした方が都合がいい、悪いで言うと都合がいいんですよ、我々にとっては。ああ、そうなんですね、で一枚岩になった方がいい、国民がね、あるって、あるっていう前提で、じゃあこのコロナに対してどうやって立ち向かっていくねんっていうのを、その国民全体が一つの意見にまとまって政府に槍を突きに行くっていうか、公正に出るっていう状態を作らないと本来はいけないですよね。それをしてる国とかはあるんですか？動けない状況になったら政府は何かしないといけないわけじゃないですか。はいはいはい。ね、その上で死んでしまうから。ね、だから、動くなって言われて、はいっていうこと聞いてるアメリカとかヨーロッパっていうのは、その結果、やっぱり政府からしっかりと、まあ、補正予算は出てますよね。どのくらい出てるんですか？まあ、アメリカなんかで言ったら、300兆円とか200兆円とか、どんどんって出たりとかしましたから。合計で500兆円ですか？それ、第一波の時でね。第一波だけでですからね、それ。だから全然レベルが違いますよね。1人10万円で終わっちゃった日本とはもう雲泥の差があるっすよね。日本はどんぐらい出てるんですか？補正予算っていう真水って言われるね、補正予算って言ったら10数兆円で、そこにいろんなもう事業規模って言って、まあこれも足そうかあれも足そうか、例えばですよ、未来もしかしたらこういうこともあるかもしれんから、こういう時のために一応置いとこうかっていう何兆円っていうお金も全部経済政策の金額ですって言いよるわけですよ。いやそれ違うでって、俺らの手元に載ってへんし、それお前ら使わへん可能性あるやんっていうやつとか、とかあとは融資って返さなあかんお金なんですよ。これ融資も経済政策の一環のお金として計上しとるんですよ、あいつら。だから100兆円の経済政策をしたとかって言ってるんですけど、中身はいやいやお前ら十数兆円しかやってへんやんけっていう状況です。だから詐欺みたいな金のなんかその見せ方はしとるっすよ。でやっぱりその今ね、そのコロナのこの危機において、もちろん保証、政府の経済政策が絶対必要ですよ。
ね、でもこれは僕は一貫してます、ね、コロナ関係なしでもやらなあかんのですよ。もう 言ったら増税の時、増税された時、ね、経済クラッシュしたわけですよ、はいはいはい、ね、ドーンと消費がボーンと落ちました、やばいってなったわけですよ、ね、その時みんな声揃えて増税反対戻せとかね、無税でもかまへんとか、無税っていうか消費税なくしてもかまへんとかね、ふざけんなみたいなことをいっぱい言ったわけですよ。でこっからさらにクラッシュしたわけですよ。この増税の時でももうこのままやったらもうビジネスできへんで、あんたらなんとかしてもらわな、もう明日も店畳まなあかんねんで、なんとかしてやって訴えてたわけですよ。うん、このままじゃ絶対あかんでって。ほんまにやばい人って、この時もやばかった人、ここでドーンって行って、もう無理やんってなるでしょ、うん、お前らほんまに金出すよって。お前らがこれして、したんやぞってなるじゃないですか。うん、ほんまに今までもうすでにやばかった人っていうのは、ほんまに魂の声でこれまでも言ってたし、だからドーンって来た時には本気で訴えるしかもうない。だから要するに余裕のある奴らが今ビジネスさせてくれって言ってて、やっぱり僕はコロナだろうが増税だろうが、ここに僕はその分け隔ててないと思ってるんですよ。だから意見が変わるとか、そのスタンスが変わるっていうこと自体も僕はナンセンスだなと思ってるんですけど、そのね、増税とか、これまでの自然災害の時とかは、ね、政府、いや、これはダメだ、みたいな、その、例えば、地震が起こった、水害が起こった、ね、そんな中でもビジネスしろって言えますか？言えないですね。言えないでしょ？なんか、そこの根幹には、なんか、日本人は国が借金してるとか、なんか財政がもう破綻してるんじゃないかっていう考えがあるんじゃないかなと思ってて、はい、一生懸命出せるやんと思ってるこっち側と、少し政治に疎い人とかやったら、いやもう国は借金いっぱいですやんっていう声がやっぱ上がるじゃないですか。そこでビジネスがやばいやばいってなってる人たちは、政府からお金を引き出そうという考えよりかは、まずはこっちが働かんとやばいっていう考えになるんですね、今の話を聞いてると。そうですね、うん、まあ、その考えからまず変えていかんとはダメですね。そうですね、やっぱりそのね、家計のお財布感覚というかね、例えば自分が子供で、両親がどっちも働けなくなった、だから、家賃も払えないしご飯代もないと、誰かが働かなあかん、だから僕が働く、私が働くって子供がなってる、まさにこの状況なんですね、うん、このお父さんとお母さんと政府とでは圧倒的に違う一つのその差があるわけですね。それはお金を生み出すことができるかできないかなんですよ、うん、仕事をしなくても、まあ仕事をしなくてもっていう言い方ちょっと語弊あるんですけど、でもそのお金をね、もう今すぐに生み出せるか生み出せないかっていう力の差があって、だから家庭のその仕組みと政府の仕組みをこう混同させてしまうと、ちゃんと判断できないっていうところがそこですよね。そうですね。だから政府がお金を作れるんだったら、それをとりあえずは、まあ今世の中にで提供給して、うん、でそれが多すぎたんならその後回収すればいいだけの話で、別に難しくないですよ、はい、回収する難しくない、難しくない、あんだけだって増税するなするなって言ってて消費税増税できてるんですからね、みんな反対してたのに、うん、難しい時でもできるんですから、難しくない時はでそれ簡単でしょうね。ほんまですよ、はい、あ、僕が聞いた話、ヨーロッパとかやとなんか 80% までの給料は50万円以内やったら負担するみたいなことを聞いてて、はい、50万円給料があって、はい、10万円になってしまった場合、じゃあここの 40万円までは補填するよみたいな話を聞いて、はい、
それが毎月毎月行われてるって聞いて、はい。そう、なんか、日本は何をしてくれたんやっていうのかも、その時にすぐ思って、はい。で、逆にその、給料が10万円下がって、でもここまで負担するよって言われたら気持ちも楽やし、そうっすね。なんか、家で自粛してコロナを減らすっていう行動も取れるし、うん、逆に消費も全然行えるしって考えると、すべてにウィンウィンやなと思ったんですけど、そうですね。日本の一つ一つの考えがすごいなんか、バカらしくなってくるなっていうのはちょっと感じますね。そうです。で、そこにはね、でも僕は大きい差が一つあると感じてるんですよ。うん、日本人がなんで、自粛をこれだけ嫌うのか、ね、仕事をしたいのか、ここには仕事に対する美徳っていうのと、ね、あとは家の環境があまりにも悪い、生活してきた環境とかですか、っていうより家での楽しみ方を日本人は知らなさすぎるというか、家にいなさいって言われた瞬間から家で楽しむ、家でなんかこう家を満喫するっていう、なんかそういう楽しみ方があんまり上手じゃない民族というか、その一つにはやっぱり家の広さが狭すぎるっていうのがあると思うんですよ。まあね、こんだけ集合住宅とかもね、2LDK、3LDK みたいなところで暮らしてて、まあ日本で言ったら 3LDK ってなんかもうあたかもなんか、ああ一発の家やなって思われてますけど、外国行ったら 3LDK なんか鳥かごみたいな家ですからね。うん、そんなね、普通の人でも庭があるのは当たり前やしとか、日本の家なんか高すぎるし、だからなんでしょうね、その家おうち時間の過ごし方もやっぱ日本人は超下手というか、まあ楽しく過ごしようがないというかね、スペースがなさすぎて、結構なんかぎゅうぎゅうに詰めてるって感じしますもんね。そう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 、そういう部分でもその自粛がきついって、もうお手上げやってなるスピードも早いですよね。だから外に出たい欲みたいなのも、よその国の人らよりもちょっと早い、我慢できひんっていうか、アメリカなんかで言うと、まあ、広大な土地があって、で広大な土地にやっぱりそのね、一つのなんか建物があって、で庭があって、で休日にはみんなで近所の人たちと一緒にバーベキューをするなんていうのが普通の光景としてあるじゃないですか。でもなんか日本人ってそもそも庭がなくて、で庭があったとしてもそこでバーベキューを年に何回すんねんっつったら、年に1回か2回、しかもそれは近所の人たちを交えてなのか、いやそんなこともないよみたいな。だからやっぱりそのそういう時間の過ごし方を知らないんで、まあそういうところはあるでしょうね。逆にアメリカ人はそういう時間の使い方しか知らへんですもんね。逆にね、だからラッキーぐらいに思ったかもしれないですよ。うわロックダウンかと、ほんならもう家では今までできひんかった遊びしようかみたいなとか、バーベキューやーってね、あそう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 、なんていうんやろ、まあ、僕らもそのお肉屋さんでしょ、だからおうち時間っていうのをね、もっとこう上手に提供できるようにもならなあかんしね。だから飲食店の人たちとかもそうかもしれないですよね。おうち時間っていうところにどんだけこうクリエイティブなことができるかみたいな、可能性はあるんですよ。考え方一つで、捉え方一つで、全然僕はなんていうの、むしろ豊かになれるチャンスなんじゃないのぐらいに思ってますよ。いや、もう今の話を聞いて、なんか僕もなんかもともと日本ってお金を渋る国やなってすごいずっと思ってて、全然出さへんやんと思ったけど、こういう消費税の時とか、こういうなんかビッグなイベントの時に住民、国民たちが声を上げて、ね、何か日本を変えることをせんと、
今の政府は変わらへんやろし、うん、僕たちの意識も変わらへんやろし、今のこのコロナからのね、引き継ぎで聞いた話でもそう思えたから、何かしらこれから行動とか、声を上げることとかっていうのを率先してやっていかなあかんなと思いましたね。そうです、そうです、そうです。だから、これね、今ね、まあコロナでしょ？で、一枚岩になってないじゃないですか、うん、国民が。ね、コロナだから、みんな一旦経済活動止めようや、行動一回止めようやってなってないでしょ、うん、ね、いや、飯食っていけへんから動きたいっていう人たちがいる。だからこれによってもう一枚岩になられへんから政府も絶対お金を出しませんってなります。動いてるやつらがいいんやから、動いてへんやつらお前らが悪いってなります。だからこうなりました。はい、一枚岩になりませんでした。ね。で、例えば南海トラフ地震。ドーンって今起こったとしましょうよ。こんな縁起悪い話したくないけど起こったとしましょうよ。これ一枚岩になられへんしね。うん、このコロナでなられへんやから、全国的な被害でもなられへんのに、うん、南海トラフって全国的じゃないじゃないですか。うん、一部の地域でしょ？ドーンって。ね、ここは麻痺しますよね。フラッシュしますよね。うん、もう、それも大量に被害者は出ますよ。でも、一枚岩になられへんですよね。だって全国的な被害でも一枚岩になられへんのに。でも、ほんまは、この南海トラフがドーンや。ね、首都直下型地震がドーンや。なんや、いろんなもんの、なんかどっかのやつがドーンってなったら、ほんまはこれこそ一枚岩になって、政府にいろんな要求をしないといけないわけですよ。でもこのまんまやったら政府しないですよ。ねえ、ほんまに僕の感覚ではコロナもその一つに過ぎないんですよ。うん、でかいとか小さいとかじゃなくても増税もそうやし、これまでの自然災害の流れと全く一緒、同列よ。そこの、そっからこれは特別とか、これは弱いとか、そんなんないんですよ。うん、だから、そのね、その時に最善の声の上げ方っていうのはやっぱりしていかないといけないですよね。やっぱ何かを変えていかないといけないから。うん、皆さんも意識を変えて、こういうきっかけ、大きいイベントがあるからこそ、国の政府にね、耳を傾けるチャンスだと思いますし、大きい花火打ち上げましょう。ですよね。うん。プラスに動かすことは可能です。ねえ、それはちょっと、うん、僕たち個人個人のね、国民一人一人が考えていって行動していかなあかんことだと思いますし、すごい。そうですよ。ほんで、一つ、最後に一つだけでいいです。一つだけいいですか。もう1分、2分で終わる話なんで。ね。あの、経済活動がビタッと止まるというか、生産活動が止まると。で、とか、その、自粛とかね、まあ、自宅待機っていう状況になったら、はい、何したらええかわからんとかって言って、それもまたなんか難癖の一つになってたりするわけですよ。ね、することがないとか。ね、僕でもそうやけど、じゃあ例えば、そうなったらなったで動画クリエイトの頻度って上がるじゃないですか。うん、ね、動画今までね、1週間に3本やったのが4本になったり、5本になったりっていう編集の時間ができたりとか。いろんなことができる。で、また新しいことにチャレンジもできるかもしれない。で、例えば今僕自転車をやってて、ね、自転車のなんか、また新しいなんかそのチャレンジ、うん、なんか違う競技に手、なんか準備するとか、いろんなことができるかもしれない。で、またそれがまた動画になったりとか。なんか、自分が例えば肉屋だから肉屋のこと以外は何もできないっていうのはちょっとそれおごってると思うんですよね。考えがちょっと凝り固まりすぎてるというか、うん、なんか器用とか器用じゃないとかっていうか僕器用じゃないから、だから肉屋だけどその時にできる何か生産することはできるわけですよ。それは意欲の問題で、だからそれは言い訳にしかならへんというか、うん、どんな状況でも違う形の何かクリエイトはできるし、で、何かを届けることはできるし、それが人の役に立つか立たないかはまた別にしてね、クリエイトはできる。
だからなんか生産性が落ちるとかうんぬんとかね、経済活動がストップするとか、いやその分クリエイトはされるでしょっていう話で、いやほんまですよ、だからそこはねちょっと違うんちゃうのって思うんですよ。ほんでそれがまたビジネス機会になるんだとしたら、それをビジネスというか経済を動かす原動力になるから、むしろなんかそれをその期間をね、その自粛期間をね、どうなんか上手に使うかっていうところに頭を働かせるのも国民の一つの役割じゃないのかなっていう気がするんですけどね。ほんまですよね。なんか YouTube とか Netflix とか見て DVD 見終わった寝ようみたいなことばっかりですもんね、これね、みんなね。そうそうそう。絵描くでもいいし、なんかそのおうち時間、さっき言ってたね、過ごし方っていうところをもっと有意義にできるはずやしね。何かチャレンジしたことないことでもチャレンジできるますしね。そうそうそう。だって携帯みんなスマホ持ってる時点で動画撮れるしね。で YouTube っていう無料のアプリなんやから、ねえ、アップロードもできるし。何でもできますね、マジでね。そう。で、だって僕はこうやって YouTube アカウント、YouTube に対してね、動画アップロードしてますけど、アップロードしてる人としてない人の違いって僕一つしかないと思うんですよ。意欲があるかないか、これだけですよ。何もかも批判してると何も進まんですしね。そう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 。だからこの動画を見て、まあその少しでも何か国に声を上げられるようなね、人を増やすであったりとか、この動画をいろんな人に見せて、みんなの意識高くして、意欲を高くして、でまあこういう自粛期間でも自分のスキルアップとかに使える時間を考えていくことがやっぱり大事だと思いますね。そうそう。だからあのコロナがね流行って、なんかこう走る人とかが増えたって言ってるんですよね。なんか運動をするとかね、はいはい、自転車めっちゃいいっすね。いや、最後はやっぱ自転車に持っていきたかった。そうなんですね。自転車最高。皆さん、あの運動するときは絶対にランニングでよろしくお願いします。おい毎週こういうラジオをね、お撮りするので、よければグッドボタンとか、少しためになったなと思ったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい。今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。いや、もうためになりました、ちょっと。いやいや、まあまあまあ考え方人それぞれなんでね、まあこれに対してどう思うかはね、またいろいろあると思うんですけど、まあこれも一つの考え方として。わかりました。はい、お時間とらっしゃい、ありがとうございます。よし、また来週お会いしましょう。はいよ、バイバイ。